沢りさの偏愛リサーチ。リサチこと電波組インクの相沢りさです。はい、この番組は毎週木曜日に流行に興味津々な私リサチが今気になることをテーマにゆるりとお話ししていく番組です。はい、なんと以前のねプリキュアのコスメブランドプリティホリックの回は久しぶりちょっと動画でお届けしたんですけれども、今回もなんと動画で配信していきたいと思います。はい、いやというのも私以前からずっと気になっていた京安の殿堂ドン・キホーテさんが出している偏愛飯、これねちょうど1年ぐらい前に出まして、それ出てからもう偏愛だってなって、ずっとやりたいやりたいって言ってたんですけど、なんと今回叶いました。皆さん知ってますか、偏愛飯。これ全部でなんかね、すごい26種類あるんですけど、みんなの75点より誰かの120点をコンセプトに、開発者自身さんが好きな人は絶対に好きっていうのを確信が持てる、そんな偏愛メニューだけを出しているということで、もう偏愛リサーチにぴったりの、この番組でやらなきゃいけないテーマだなと思って、ずっと楽しみにしてました。めっちゃいい香りがしてる。お腹が鳴りそう。はい、なのでぜひぜひ今日はね皆さんにお腹が空くような配信をお届けしていきたいなと思っております。今回ですね、実食をしながらお届けしていきたいと思うので、いくつかもちろんメニューは用意してるんですけれども、まずはこちらです。じゃじゃん。はい、こちらが安楽おぼれ天津飯。そしてこれすごいですね、厚切りロースのピラミッド丼ということで、ちょっとお弁当シリーズの中から2つ用意させていただきました。実は私これ、実はこれ食べたことあって、本当にあんびしょびしょで最高でした。ちっちゃい時のパスタとかソース足りなくなるのとか嫌だったじゃないですか。もう天津飯もやっぱ天津飯のタレ食べたくてみんな食べてると思うんで、これはもう本当に間違いないんですけど、ちょっと今回私食べたことがないこちらをちょっと厚切りロースのピラミッド丼食べてみたいと思います。すごい、これはね本当にじゃじゃん。価格が598円、この食べ応えでって感じなんですけども、食べ応えのある厚さにスライスした豚ロースを 180g 使用、贅沢に積み上げ、お肉もまるでピラミッドということで、うわーすごい、見てこんなに乗せて大丈夫ですか。すごい高さがあるんですけれども、すごい香ばしい、いい香りがめちゃくちゃする。結構ねニンニク効いてるんで、もしかしたらちょっと仕事の合間に食べるのはもしかして危険かもしれないですけど、はい、ちょっと行きたいと思います。いただきます。豚肉大好きだからめっちゃ嬉しい。じゃじゃーん、厚みがすごい。いただきます。うん、うん、たまらん。めっちゃいい。甘めのタレですね、甘めのタレで、あとお肉が柔らかくてすごい美味しい。こういうのって硬くなりがちじゃないですか。美味しい。この分厚い端っこのとこ食べよう。うん、これはいいよ。こういうのってお弁当とかってご飯と最後まで具を一緒に食べたいから、ちょっと具の量を食べるの制限するじゃないですか。それしなくていいのがめっちゃ美味い。ご飯を余らせない肉のボリューム感。そして制作者さんからのコメントなんですけど、私自身いつも焼肉弁当を食べている時に肉が先になくなり、ご飯が余ることに涙しておりました。わかる。わかる。まあ、タレだけでも美味しいんだけどね。同じ思いで枕を濡らす同士の期待を 両肩に背負い、旨味があり適度な脂が乗った分厚いロース肉を積み上げました。もう肉が余ることはあってもご飯が余ることはありません。優しい。
なんかさ、お母さんの真心のこもったお弁当とかもあるけどさ、ご飯とかもあるけどさ、この制作者の方の、なんか誰かの、こう、ちょっと寂しかった思いを受け止めるこの偏愛飯、愛しいですね。やばい、今日ね、いっぱいご飯あるから、これいっぱい食べてればいいのに、ここ美味しい。お肉のタレ甘めなのがいいな。なんかお醤油ベースなんで、タレも そこまでしつこくなくて、全然多分最後までもりもり食べれます。めっちゃおすすめ。もうあんだけもすごい美味しいので。これ以外にも丼系まだあるらしくて、私今超気になってるのはキクラゲ丼。キクラゲ大好きなんですけど、キクラゲって、あいつらちょっとしか入れてもらえないじゃないですか。確かにメインの食材ではない。それは分かってるんだけど、私はキクラゲが超好きだから、キクラゲ多めの中華丼嬉しいな、みたいなタイプだったから、それをメインにしてくれたっていうのが本当に分かってる。いやー、本当に会いたい。この偏愛飯作ってる人。はい。ということで、これ、まずは、ピラミッド丼食べさせていただきました。お肉が柔らくて本当に美味しかったです。皆さんぜひよかったらドンキでゲットして食べてみてください。はい、続きましてはこちらです。ね、皆さんの気軽にやっぱりサンドイッチとかおにぎりとかはごランチにしやすいんでお好きだと思うんですけども、これすごい大きさの偏愛飯バージョンおにぎりと、こうサンドイッチ具どうした？パンよりも具が多いみたいなちょっと仕様なんですけれども、こちらの2種類がサンドイッチが半熟ゆで卵丸ごと 2.5 個サンド、私と一緒 2.5 次元ですね、 2.5 個サンド、そして食べるタルタルソースサンドで、こっちのおにぎりが、こっちがはみ出しすぎーな鶏つくねおにぎりと、はみ出しすぎーなかき揚げおにぎりです。ちょっとこれすごいな、おにぎり。でっかいし、分厚いし、これ、重っ。あんまりサンドイッチでこの重さ感じたことない。サンドイッチ屋さんでも感じられない重さがある。すごい、これ。いや、タルタルソースもめちゃくちゃ美味しそうだけど、この迫力がすごいね。やっぱ、ゆで卵すごくて。これタンパク質、これ一袋食べたら 19.4g って書いてあるんですよ。ちょっとした本当にプロテイン飲むよりも、これの方が取れるかも。なんでちょっとトレーニーな人とかこれいいんじゃないですか？とにかくゆで卵が大好きな方に一番美味しい食べ方を追求して、マヨもソースも卵も入れました。うん、もう、そうだねって感じのぐらい入ってますけれども。まあ、あれだよね。ちょっと具がさ、このちょっと端っことか入ってないみたいな、やっぱ悔しいですもんね。ちょっとこのなんか親近感のある 2.5 個サンド食べてみよう。これ重っ。え、すごい、これすごいぞ。あのこっちもまあすごいじゃん。見て、反対側も飛び出してる。もう何があったんだよ、サンドイッチとこの制作者さんの間に。なんかあったんでしょうね、食べた時に。なんで半分しか入ってないじゃんみたいなさ、悲しいことがさ、もうさ、大きすぎてさ取れないのよ、ハマっとるのよ、重くて。わー、すごっ。これあの半分食べたら 10g ぐらいタンパク質。いただきます。うん。うん、もはやゆで卵だ、サンドイッチじゃなくて。うん、美味しい、これめっちゃいい。なんかアイドルって甘い可愛いもの好きだと思われがちなんですけど、リハーサルとかで長い時に結構みんなメンバーが持ってくる中に一つゆで卵があって、ゆで卵って元気出るしお腹にたまるし、なんか美味しいし、この半熟具合がちょうどいい、美味しい。でソースもたっぷり入れましたって書いてあるけど、全然しょっぱくなく、本当にちょうどいい味わいというか塩味。うーん、
こりゃいいぞ。今日私これに向けてあのご飯食べられてきたんで完璧ですね、今。なんていうか、コンディションが。偏愛飯に向けての。わ、これめっちゃ美味しい。近所のドンキでこれいつも売ってほしい。いやーちょっとでも、全部食べちゃうと、他のも食べれないか。もう一個ちょっとおにぎりも食べてみたいじゃないですか。え、おにぎりどっちがいいかな。具がない。本当に具がない部分がないのか。そうだな、そう。つくね。つくね大きくない？半分以上。多分ご飯よりつくねの方が多いと思います、これ。すごい。おにぎりの具がない部分が許せない君に捧ぐ。捧がれてんな。甘さを抑えた甘だれにリニューアルまでしてる。人気商品だな、これ。どこだ？あ、ここね。横っちょね。すごい。わ、もう、はみ出し方がすごいんだよ。全然開けるの下手。みんなはもっと上手に開けられるはず。わー、つくねじゃない。これハンバーグですね。いただきます。これもすごいですよ。タンパク質 15.5g 取れますんでね。いただきます。あー。もう、つくねがはみ出しすぎてて、ご飯に到達しなかったよ。うん、つくね美味しい。シャキシャキしてる何かが入ってる。うん。歯ごたえもしっかりある何かが入ってるし、つくねホロホロで美味しいです。普通二口目いったらご飯たどり着くのよ。まだつくねだよ。美味しい。なんかメインディッシュだな、これ。おにぎりだけでも。80g あるボリュームのあるつくねが、おにぎりからはみ出てる。照り焼きと、卵黄ソース、塩、卵黄ソースが入ってんだ、これ。どこから食べても具に当たるように、どでかい鶏つくねを挟みました。照り焼きの味を引き立てる卵黄ソースもたっぷり挟み、最後の一口まで美味しいおにぎりができました。確かに。あ、こっち側は多分卵黄ソースだ。確かに。卵黄ソース結構たっぷり詰まってるな。確かに具がないとこないですね、これ。多分。ここまではみ出してるから。一番お尻のところまで具があります。これ300円で買えるの？ 322 円なんだけど、嘘でしょ？安っ。いやいや、これはいいかも。ちょっと皆さん、お腹が空いた時はぜひこれ食べてみてください。これずっと食べちゃうな。美味しいな。やっぱ偏愛飯だったか。はい。ということで、ちょっと手軽に食べれるはず。かなりちょっと重いけど。重さも測ってみたかったな。はい、おにぎりとサンドイッチでした。はい、ということで、今回、偏愛飯シリーズ第1弾。お弁当と、ちょっとサンドイッチ、おにぎり。まあ、みんなが主食になるようなものを、ちょっとチョイスして食べてみたんですけど、いや、味も美味しいし、ボリュームもしっかりあるし、なんかお腹空いた時に口いっぱいに美味しい、味がいっぱいあるもの詰め込みたいじゃないですか。なんかそういう欲望をすべて叶えてくれてるところがいいなっていうのと、なんかこう、全体にまんべんなくこの誰かの75点じゃないところ、なんかそこになぜか人のその制作者の愛情を感じてちょっとキュンとなりながら食べれるってところも偏愛飯のいいところだなって思いました。なんかちなみにこれ多分全種類見たことないと思うんです。私も初めて見たやつが多くて、でどこに行ったらあるのかなと思ったら、やっぱ生鮮食品が多いドンキホーテさんに行くとあるみたいで、なんかおすすめは大森にあるドンキホーテさんが結構もうスーパーぐらいご飯物とかいっぱい置いてくださってるみたいなので、おすすめみたいです。よかったらちょっと皆さんもチェックして、遊びに行っていただきたいなと思うんですけど、個人的に結構いろいろドンキホーテさんやっぱ好きなので遊びに行くんですけど、私は、まあ、お料理とかもするので、
もう白金台のドン・キホーテさんが肉がすごいお肉のコーナーがなんかすごい充実してて、今ちょっと変わっちゃってたら申し訳ないんですけど、あのこんなにいいお肉とかも含めて買えるんだみたいな、ちょっとシリーズが結構揃ってるところとか、まあ、秋葉原のドン・キホーテさんはやっぱりこうアルバイトとかしてた時にディアステージで、あーニーソが足りないとか、うわー今日の衣装のパニエが足りないやとか、ドロワーズ買わなきゃとか、なんかそういう時にいつもちょっと行ってくるねっつって、もう走って5分とかなったので本当によく行ってて、で帰りもちょっと夜遅くなっても空いてるから、あ明日のコスプレのためにこのメイク買っとかなきゃなみたいので、帰りに寄り道したりとかしてて、すごいお世話になってて、まあそこはまあコスプレ衣装やっぱ多めかなっていうのと、まあ、お土産とかも最近は増えてるので、私はすごいやっぱなんか行くたびに懐かしくなって、うんうんってなりますねなんかドンキって場所によってちょっと違うのもなんか結構思い出になるなと思って、はい、ちょっと皆さんの推しドンキを教えてもらえたら、ちょっと私も行ってみたい。でも大盛りはちょっとこんないろんな美味しいものがあるんだったらちょっと行ってみたいなと思って気になりました。皆さんもぜひぜひちょっとね、あのコメントとかでドンキのこれがいいみたいなとかも、ま、もちろん推しのね偏愛飯を教えてくれてもいいんですけれども、よかったら教えていただけたらなと思っております。あの実はこれ以外にも偏愛飯いっぱいあって、まだまだ紹介しきれなかったので、次にも続きます。第2弾ありますので、皆さん次回またお腹空かせて見ていただけたらなと思います。ということで、ぜひぜひ皆さんコメントお待ちしております。また木曜日の夜にお会いしましょう。持って帰ろう